おはようございます。堕落しすぎている。はい、堕落しすぎています。今日から1週間張り切っていきましょう。張り切っていこうということで、1週間カメラを回し続けようかなと思ってます。カメラを止めるな、カメラを止めるな。俺は YouTuber だろ。カメラを回して俺の生活を皆さんに見せることによってサボれない状況を作ろうかなと、そういう魂胆です。今日の予定からまずお話ししようかなと思います。今朝なんですけど、朝の9時から10時、すみません、10時です。今起きました。くそ、早速遅い。昨日の夜、明日絶対早めに起きて朝練習するんだって言って寝たのに、結局起きたの10時。すみません、1日目からちょっと良くないけど、いや諦めるな。1日始まったばかりだ。日中、午前中練習します。午前中練習して帰ってきて、練習と企業様への返信作業していきたいなと思います。10時って言うだけで本当は10時半です。すみません、30分盛りました。1時前ぐらいには帰ってこれるかなと思います。早速本日1日しっかり盛り上がっていこうぜ。個人的な悩みなんですけど、ニキビがひどいんです。僕スキンケアとか皮膚科とか言ってるんだよ。じゃあまず練習行ってきたいと思います。大体こういうのやったらイケメンになんねや。普通江戸時代の足軽やん俺。ただの江戸時代って足軽いましたっけ。足軽の落ち武者、すごい武将とかじゃなくて足軽の落ち武者。泣くわ。ちょっと待って、やべ、一個気づいた。めっちゃブサイク。着替えながらで申し訳ないんだけど、9月にこれから上がるか、まあ上がってるかちょっと分かんないんですけど、長野の方でケンチャン連合宿みたいな感じで、ケンチャン連っていうあのユシキが入ってるチームがあるんですけど、それに僕も短距離選手ながら参加させていただいて、その時にトラックがしっかりあるので走ったんですよ。座骨神経痛的なやつがあのずっとあって、僕苦しんだんですよ。お尻に力が入んなくて、お尻全然見えてないやん。3、40あたりぐらいから全く足が動かなくなるんですよ。合宿中なかったんですよ。治ったって思って、やっぱ秋強いわ俺って思って、その後の練習でですね、まだ痛い感じはある。やっぱり日程大競技会とかエントリーして、さすがに10秒だけ出しとこうと思って、お尻のしびれなかったら10は楽に出るんで10だけ出しとこうと思って100エントリーしといたんですけど、まあしびれてきて、しびれる原因がねちょっと分かってきたんですよ。ウェイトしなくなるとしびれなくなる。うん、しびれる。ウェイトがね鍵になってる今っていう状況でございます。2日前にしっかりウェイトしたので、今日はどんなもんかなでちょっと走ってみたいなと思います。これから競技場向かっていきたいと思います。雨降ってる。でも2プラ1、5プラ1やろうと思ってば200終わったところです。23秒7、超全力。遅い、シンプルに足が遅い。110ぐらいでも力尽きる。全力で行ってないのに入り、しゃあない、作り直すしかない。現状今シーズンはもうやめかなってところです。今んとこダメよ、全然動かない。俺の気持ちを表してるかのような雨ですね。スパイクはメタスピード SP、 走りやすいです。16秒6、いまいちだな。1だけど積んでいくしかない。次100です。頑張ります。お疲れした。2プラ1、5プラ1、結果が23秒7、16秒6、10秒8。マジできつい、つらい。積むしかない、積んで頑張るしかないです。はい、まあ今日の状態からしたらよくまとめきれたかなというところはあるんで、プラスに捉えて頑張っていきたいと思います。はい、ということで今から家に帰って作業します。はい、今ね1時40分になっちゃった。うん、で今終わって帰ってきました。すみません、よくわかりません。こいつそんなわからないとか言うなよ。ということでご飯食べて日用品の買い物をして今帰ってきました。シャワー浴びて作業しよう。2時半ぐらいから今日は7時ぐらいまで作業をして1日終えれればいいかな。その後はなんかあと SNS の更新夜やるっていう流れになるかな。てか寒くなったな。10月4日なんですけど寒くなったね。発論ティーひき肉ですみたいな、ひき肉ですみたいな、天才中学生。よし、シャワー浴びてきます。僕の悪い癖が出てしまいました。モコさんの YouTube 見てたら30分過ぎてた。ダメダメダメ、これ俺の悪いところ、これ俺の悪いところなんで今すぐ作業します。やります。ただいま7時です。 OK、 終わりました、やりきりました。はい、ということで今日はあとご飯食べて
寝るだけなんで、今日は割と一日頑張れたかなと思います。今気づきました。ニューヨークシティマラソンまでマジでちょうど1ヶ月。やばい、なんか短距離の練習して今日ダメだったとかいろいろ言ってたけど、俺1ヶ月後フルマラソンなんで、先月9月か30キロも走ってない。やばみー、これほんまのやばみなので、明日ジョギング最低5キロ行きたいと思います。ニューヨークシティマラソンで自己ベスト出す予定だったんですよ。4時間37分切ろうってずっと考えてたんですけど、6時間かからなければ完走扱いになるっぽいので、今6時間になり下がりました。完走目標なので、ちょっと長距離の地足もこの1ヶ月でしっかり作っていきたいなと思います。なのでこの10月はできれば80キロぐらい走りたいですね。フルマラソン2回分ぐらいは走っておきたいので、しかも走る時間がモーニングラン、朝走ろうかなと思います。朝予定てか朝しかない。朝走って、で明日作業して、で午後は今大西団長の指導のお手伝いプラスいろいろ勉強したいなと思って、そちらでもサポートみたいなさせていただいているので、指導の現場が午後からあるっていう感じなので、明日はモーニングラン、作業、指導、この3つを確実にやって堕落した生活をしっかり抜けていきたいなと思います。まずは1日目成功ということで、本日は1日お疲れ様でした。明日も頑張ろう。おはようございます。9時53分。くそ甘えてまうな。昨日より10分くらい夜で2時ぐらいに寝るんすよ、いつもなんか習慣的に7時間から8時間ぐらい寝たいなーってなって、この時間になるね。しゃなくない、反省。もう8時半に1回起きてさ、よしカメラ回そうと思ったのは夢？あれは夢なの？どっち？いやー、ちくしょう。ということで今からジョギングしてきます。準備今終わりました。寝坊したからペナルティで6キロ走りました。あっ寒いと思ってさ、昨日着たこの服洗濯して速攻で乾かせてきたのに、半袖でよかったね。やべ、電池ね。6キロ走って平均ペースなど5分44。早いね。いいよ、いい感じ。最初6分半で入った時めっちゃきついと思ったんだけど、やっぱほぼノーアップで行ったから、最初の1キロアップにして残り5キロを、まあ、6分切るペースで頑張って走ってみました。まあ本当はこんな速いペースで走んないんで多分いらないと思うんですけど、ニューヨークシティマラソン6分半から7分ぐらいで押すと思うんで、そのペースが楽に感じれるようになればいいかなっていう安定剤みたいな練習です。ということで、これからまたシャワー浴びて、意外と時間なくて3時過ぎぐらいには家出なきゃいけないんで、ちょっと部屋掃除とかもいろいろしながらできる作業だけやって、午後の指導に向けて準備していきたいなと思います。やっぱりさ、みんな走った後の腹筋が一番えぐい。うわ、シェイプするならやっぱジョギングっすわ。みんな適切な食事、そして程よいジョギング。え、今日えぐ、マジキレてる。嬉しい、テンション上がった、自己肯定感アップ。お疲れ様です。今指導終わって家着きました。ちょうど12時、お風呂沸かしてこれからお風呂ゆっくり入って、まあ1時ぐらいには寝れそうかなって感じです。明日は最高。明日は何もないので編集作業頑張って、俺の花金は終わりです。ということで今日も一日お疲れ様でした。また明日の朝お会いしましょう。おやすみなさい。さすがに起きよう。おはようございます。ちゃんと起きました。まあもう12時だけど。やったー。やっちゃったー。これなんだよねー。でもねー。明日、明後日、明後日。今日も編集作業するんですけど、明日からまた4日連続普通に仕事なんで、今日休んでもいいのかなーっていう、昨日寝る前にこう出てきたんですよね。じゃあ、頑張りましょう。ご飯食べてきました。本当は今日走ろうかなっていう、さっきずっと迷ってたんですけど、ちょっと友人と20キロ走ること決まったので、今日は休みます。家で作業して1日は終了ですね。少しずつね、肌が良くなってきてるんですよ。やっぱ酒かな。酒でかいかも。最近あんまりお酒飲んでないんですよ。10日に1回ぐらいのペース。お酒は好きなんで、お酒をやめるってことはないんですけど、減らしていこうかな。肌いい方がいいもん。今日はほぼ休みみたいな、まあ、パソコンで作業するんだけどね、ほぼ休みみたいな一日にして、明日20キロ走って、明後日イベント。頭もね、今日ぼーっとしてます。こういう仕事してるとこういう日も結構多くて、編集もちょっとこうね、面白くしたいから頭使うし、企画考えるのだってそうだし、頭がぼーっとしてる時ってね、クオリティの出る仕事ができないんですよ。ただの甘えじゃ甘えなんですけど、今残ってる編集が結構作業でできるやつなので、あんま頭使わないでできるやつなので、今日はそれを
しっかりやって一日終了させていきたいなと思います。頑張ります。お疲れ様でーす。なんとね、今日20キロ走りました。ちゃんと走ったよ。ポンね、偉いでしょ。頑張りました。1500キロカロリー。短距離選手が1500キロカロリー消費するだってないんですよ。まあでも思ったより走れました。思ったより。今年か。今年の2月以来、20キロ以上走ったんで、絶対足きつくなるだろうな。もちろんきつかったんだけど、平均ペースも6分18秒。はよ。完走目標とか言ってたけど、コースがね、きついらしい。ニューヨークマラソンは。ちょっと今日5時間切りも見えてきたかなっていうのは正直あります。ということで、今日は終わりで、明日、朝から、浦安の陸上競技場行ってちょっとイベントがあるので、お手伝いをしてきます。午後は、リレーフェスティバル。リレーフェスの、これもほぼお手伝いですね。まあ、どっか適当に、適当とか、適当とか言うな。だからね、マイルを走るっぽい。楽しく、一般の皆様と一緒に走るみたいな感じなので、コテンパンにしていきたいと思います。嘘です。おやすみなさい。またすごいメンバーがやってまいりました。日本選抜 A チームにお越しいただきました。お疲れ様でした。お疲れ様です。さあ、人生をかけたマイルリレーどうでしたか。いや、僕実はこれ人生初のマイルリレーでしっかりタイム出したいなと思って、ちょっと大西さんとかと皆さんといろいろ計画練ってたんですけど、ちょっと計画通りにいかなくて、大西さん、ケツ割れの大西さんが遅くて来ない。なかなか来ないですよ。50メートルから80メートルぐらい引っ張って、ちょ前代未聞というか、もう公式試合なら失格と、まごうことなき失格というレースになりました。リレーフェスが終わって今11時です。眠い。いやでもね、動画をこう撮りながら自分を甘やかさないようにしようってこう始めた水木金土日、まあ5日間だったんですけど、完璧。5日間完璧です。 Vlog の人とかって細かくこう撮影するじゃないですか。尊敬します。本当にすごいわ。ちょっと俺ができないね。なかなか厳しい。難しい。明日も朝一でね、イベントのサポートみたいなのあるんで、夕方前ぐらいまであるんで、それ終わったら明日は休みたい。一回休もう。結局この1週間何もしてない日っていうのがないです。やっぱりこれがね、結構今陸上系 YouTuber の忙しい1週間をこうやってるわけじゃなくて、むしろ少しでもこう自分のお尻を叩けるように、特に何もない1週間っていう感じを、特に何もないくないけど、いつもと変わらない1週間をこう皆さんにお見せしてるので、こういう感じです。日々大変だし、睡眠時間もこうやって少ない時あるけど、現場はやっぱ楽しいです。はい、現場は本当に楽しい。明日はイベントだけ頑張って、また明後日から撮影と編集の日々が始まっていきますし、ここからはね、マラソンとかゲストランナーみたいなものがどんどん増えてくる時期になってきますので、いや本当ありがたい話。これからもっと忙しくなります。なんか今日で終わりみたいな話し方してるけど、そんなことないよ。頑張ってます。応援してください。たくさん応援してください。皆さんが頑張れとか動画見てくれたり、高評価をしてくれたり、いつも動画見てますって声かけてくれたりするのが本当に活力。もう本当そのためにやってる。残り月か2日で一応この撮影も終わりだね。2日か。頑張っていきたいと思います。今日も一日お疲れ様でした。おやすみ。ここから点々です。めっちゃ大雨なんで、やるのかちょっとわかんないけど、とりあえずまず集合あるっぽいんで行ってみます。頑張りましょう。お疲れ様です。イベント終わって、上越着きました。今が何時だ？10時前です。お疲
れた。イベントとか外に出る仕事がこの3連休ちょっと多かったんですけど、一旦それを終えて、明日はヨシキと撮影ですね。明日ヨシキと撮影です。1週間ぶりにヨシキで会います。で、明日撮影してようやく長い髪を切れます。髪切って芯切ってまた頑張ろうと、そういう火曜日になるかなと思います。睡眠時間この2日間短かったんで、今日はぐっすり寝て明日はゆっくり9時ぐらいに起きたいなと思います。それではおやすみなさーい。おはー、ということでこれから撮影に行ってまいります。天気も良くてね、とてもいい感じです。ということで行ってまいります。悪くないってレベルじゃないまさかの TKD 覚醒中みたいな。そこ見てきます。はい、はい、じゃ着替えます。はい、おいしい。これがどこに準備してるのはい、ということで今日は水曜日、もうね時間ごめんなさい、動画撮るのシンプルに忘れてた。もう5時になっちゃいました。1週間いかがだったでしょうか。その前に今日何したかね、パソコンとお話ししてました。ずっと現場の仕事があって、なかなかパソコンをこう触れる時間がなかったので、今日はパソコンで編集作業とか編集作業をさせていただいておりました。こんな感じです。陸上系 YouTuber の1週間ガチリアルだな、これガチリアル。でもやっぱり自由な時間は多いですけど、その分やっぱり自分でしっかりこう仕事を見つけて探してやらなきゃいけないし、正直まだまだ頑張れるはずなんです。もっと頑張れるはず。まあでも本当にこの動画を回して効果はあったなと思います。堕落した1週間じゃないけど、そういうのから少し脱却できたかなっていうのはあるので、しかもこうやってね皆さんに YouTube として動画も届けられるし、やってよかったなと思ってます。陸上系 YouTuber、 まあ10万人超えの生活っていうのはこういう感じということになります。もうちょっと頑張るよって思った方は高評価、頑張ってるねって思った方も高評価、残念だなこんな感じかって思った方も高評価、そういえば今日夜ご飯食べたいなと思った方も高評価。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。あ、こっち。